はい、皆さんこんばんは。洗面器です。今日もね、晩酌の準備が整いましたので、早速晩酌やっていきたいと思います。で、今日はね、ホルモン鍋、ローソンさんで売ってるながら食品さんのね、ホルモン鍋、こちら、これうちの動画で何回もね、紹介してるんですけども、しばらく食べてなかったなと思って、久しぶりに買ってきました。これがね、美味しいんですよ。冷凍のね、ホルモン鍋、このままね、食べてもいいんですけども、ちょっとね、具材を足して今日はね、またいただいていきたいと思います。ではまずはね、ホルモン鍋をちょっと準備してから、開けますね。ではホルモン鍋ね、こんな感じ、冷凍になってますね。でホルモン結構いっぱい入ってるんですよ。これをね、火にかけてそのままこうね、食べてもいいんですけども、さっきも言ったように、具材入れて食べるとまた美味しいんで、じゃあちょっと待ってくださいね。まずはね、ここね、このヘリをまたこう立ててね、具材追加するんで、ここをこう立てておいた方がね、吹きこぼれとかしないですし、具材もたくさん入れられるんでね、こうちょっとこう立ててね、こうすると深さが出るんで、少しよいしょ、こんな感じですね。じゃあもう火つけちゃおうかな、先に。新富士バーナーさんのスライド式のガストーチ、ちょっと待ってくださいね。これで火をつけて、おーし、わあすごいな、よっ、あちちちち、おーで、まずはどうしよう、お豆腐持ってきました。お豆腐を入れて、お豆腐を、お水が出ちゃうな、お豆腐適当に、適当にね、こんな感じでお豆腐を入れて、でニラじゃないや、ニンニクのスライスをちょっとこう入れて、もつ鍋なんでね、ニンニクのスライスを入れて、で、もやしね、もやしも食べちゃわないとね、傷んじゃうんで、もやしをもうこれがっつり乗っけて、よいしょ、もやしを乗っけて、おお、ちょっとこぼれちゃったな、まあしょうがない。でニラね、ニラをのせて、おおわわわわわわ、これでね、煮ていきたいと思います。どうしよう、蓋何にも持ってきてないな。じゃあこれ、折りたたみ式のね、フライパンね、アウトドア用の、ちょっと蓋持ってこなかったら、もうこれかぶしちゃいます。蓋代わりにもこれをかぶせて、これでちょっとね、煮ていきたいと思います。ではちょっと熱くなるんで、ちょっと離して、で飲み物ね、飲み物は朝日さんのドライゼロノンアル、今日のシュワシュワは、まあいつもの朝日さんのドライゼロでスタートしたいと思います。よいしょ。で、焼酎ね、焼酎は、焼酎亭、ね、盛況さんの焼酎亭をまた小分けにしてきたんでね、いつものパターンで申し訳ないんですけども、
これね、これに小分けしてきたんで、これを注いで、よいしょ。で、軽くかき混ぜて、こんな感じですね。ね、シュワシュワ。こっちの方がシュワシュワしてるかな。こんな感じですね。では、今日もね、一日皆さんお疲れ様でした。では、お先に失礼していただきたいと思います。じゃあ、シュワシュワで乾杯いただきます。やっぱりして美味しいですね。昨日ビール飲んだんでね、やっぱビールの後にね、次の日やっぱこれ飲むとちょっとね、ちょっと味がちょっと薄いかなって感じしますけども、まあしょうがないっすね。もう私もうね、痛風やってるんでね、ビールはね、あんまりしょっちゅう飲まれないのよね。プリン体ね、あるとちょっと痛風の発作再発しちゃうんで。なんでね、ノンアルに焼酎入れてね、飲んで、ホッピー代わりみたいな感じね。なんで、ビール美味しいんですけどもね、そんなに私飲めないんでね、飲むともう痛風ちょっと痛いんで、ほんとあれ。ね。では一回置いときたいと思います。どうだろう、もう全然だな、まだまだまだ全然っすね。ではじゃあお刺身ね、お刺身、今回のお刺身はまたお刺身切り落とし買ってきました。今日のはね298円ですね。税込みで322円。まあ量はじゃね、ちょっと少ないですけども、いろんな種類のこうお刺身が入ってて、ね、一人で晩酌するんだったらね、いろんなの入ってるし、量的にもこれ十分ですよね。でこれで300円だったらね、いいんじゃないかと思うんで、うんね、お刺身の盛り合わせとか高いんでね、よいしょ。ほらこんな入ってますよ。あ、カツオのたたきも入ってますね。カツオのたたきの切り落とし入ってますね、私の好きな。今日は、あ、そっか、わさびなんでね、わさび用意してきたんで。あ、ニンニクのすりおろしも冷蔵庫の中に余ってんの残ってんだけど、まあまあしょうがないな。サーモンとかマグロも入ってますね。あとタイかな、ブリが入ってタコも入ってますね。今日はこんな感じですね。ではマグロ行こうかな。マグロ一切れしか入ってないですけど、マグロ、サーモン、まあ、マグロから行くかね。マグロでもこれ結構いいマグロだと思いますよ。ほらこれもしかしたら本マグロの赤身のところかもしれないですね。色が結構濃いんでね、この赤身の色が。あ、もうちょっとしっかりね、しっかりお醤油つけてね。うわ、結構でも赤身の割には脂乗ってる感じかな。ほらどうでしょう、ピントが、あ、ピントきたかな。こんな感じですね。いや結構いいマグロですよこれ。ほらね、じゃあいただきます。ね、おいしい。多分本マグロじゃないかと思いますよ。結構いいマグロでしたね。じゃあせっかくなんでサーモンもね、サーモンも一切れいただいて、うん、おいしい。十分。じゃあ日本酒またね、鴨ずる持ってきました。まだ結構残ってるんでね、鴨ずる、広島県東広島市の広島のお地酒になりますね。鴨ずるの本醸造爽快辛口ね、お刺身に日本酒合わせたいんでこれでいきたいと思います。
ちょっと動画の尺長くなるかな。まだ全然お鍋の方が煮えないんでね、もつ鍋の方が。こんな感じでね、ほんのり色ついてんですけども、動画だと分かんないくらいかな。でいただきます。日本酒の香りがふわっとありつつ、こうキリッとしますね、辛口なんで。辛口っていうとね、あの水っぽいね、なんかただ水っぽいような日本酒もあったりしますけども、これはね日本酒の風味がね、あのしっかりありますよ。で辛口っていう感じですね。やっぱ冷酒で飲むのがいいお酒だと思います。あ、どうなったかな。おー、ほほ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 、ね、ヘリタで溶くとね、いいんですよ。ほらこれヘリタでとかなかったらね、多分もう吹きこぼれてたと思うんでね、もう蓋いらないかな、ここまで来たら。蓋しないで煮ていこうかな。じゃあサラダかな、サラダ。いつものね野菜サラダまた作りました。でまた変わり映えしなくて申し訳ないですけどもね、いつものあのトマト乗っけてサラダチキン乗っけたねサラダ作りました。でまたちょっとこれ全部食べると多いんで、ここにね小分けにして、大丈夫か、こんなぐらいにしとこうかな。で、ちょっと待って、箸が落ちた箸落っこっちゃったんでね、ちゃんと綺麗にしてね。で、ドレッシングはね、ちょっとこんなのあったんで買ってみました。うま辛、癖になるうま辛っていうのを売ってました。いつもはね癖になるうま塩のドレッシングで、ね、理研さんの使ってるんですけども、癖になるうま辛っていうのが売ってたんでね、ちょっと買ってみました。どんなんだかね、ちょっと味、あの初めて食べるんで、このドレッシングだけで。今日はね、いつもはあの玉ねぎのタレとかかけるんですけど、今日はね初めて食べるんで、このうま辛のドレッシングだけちょっとかけて食べてみたいと思います。どんな味なのか。あ、じゃあトマトからね、よいしょ、トマトからいただきます。まだちょっと分かんないですね味。じゃあサラダチキンも乗せて、じゃあうま辛のドレッシングね。後味が結構ピリピリきますね。最初辛くないなと思ったんですけども、後味がピリ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 きます。これ冷ややっことかに使ってもいいかもしれないですね。結構ねピリピリきます。でトマトも1個いただいてね。たまに変わったドレッシングも食べたいな、ね、辛いの好きな人だったらね、いいんじゃないかな。辛いの苦手な人はちょっとやめといた方がいいかもしれないですよ。そんなにね激辛ではないですけども、結構ねピリピリくるんで。しばしばね。
で、お鍋どうなったか。あ、そっか。これね。レザーマンさんの、フリースタイル、マルチツールね。この、ナイフと、ペンチが合体してるやつね。これをね、これでちょっと掴んどかないとね、熱いんで。おー、いいかな、もう。もう見えたかな。よいしょ、見えてるみたいですね。あんまりぐちゃぐちゃやるとお豆腐が崩れちゃうかな。じゃあちょっとお鍋いただこうかな。お鍋これで。ちょっともう本当はカメラね、アップにこう切り替えればいいんでしょうけど、ちょっと大変なんで、本当はねカメラをこうアップにした方が動画の見栄え的にいいのかもしれないんですけどもね。いっぱい入ってるんですけどもね、ホルモンなんか下の方に沈んじゃっててね、ほらいっぱい入ってるんですよ。ほらね、いっぱい入ってるんですよ、ね、よいしょ。じゃあこれでまずはね、ながら食品さんのホルモン鍋、いろいろちょっと具材追加したやつね。あ、ホルモンからいただきましょうかね。ホルモンいただきます。うん、うん、あ、おいしい。じゃあお豆腐とかね、一緒にね。うん、うん、あー、ちょっと具材いろいろ入れたんで味が薄くなっちゃったな。うん、ちょっと待ってくださいね。これはコチュジャン入れよう。うん、コチュジャンあんま入ってないな。コチュジャンをちょっとこう入れて、キムチも持ってきたんでキムチも出しちゃおうかな。キムチね、このキムチはこちらのキムチを買ってみました。焼肉屋さんの美味しい白菜キムチ、美豪漬物っていうさんっていうんですかね、辛口のこれを買ってきたんで、これをねちょっとこう入れて、もうね好きなようにね、自分の好きなようにこう、あ、ちょっと入れすぎたかな、自分の好きなようにこうアレンジして食べるのもね楽しくていいんでね、この辺ちょっとこうよく混ぜて、よいしょ。こんな感じでどうでしょう。キムチね、いただきます。うんうん、ちょっとピリ辛のねキムチの味が入ってちょうどいい感じになりましたね。うん、おいしい。あ、うん、まあ、具材を いろいろ足すときは味が薄くなることを考えて、ちょっとね味足すようなことをした方がいいかもしれないですね。うん、ホルモンもね味がしみしみで美味しい。
どん入れて食べてもいいですしね、インスタントラーメン入れて食べてもいいですしね、お好きにこうアレンジして食べれば美味しいと思いますね。強い、うん、スープも美味しい。あ、もう動画の尺がもうないな。じゃあちょっとシュワシュワ飲んで、これにまた卵落としても美味しそうですね。まあでもうどん入れてね、締めにうどん入れて卵入れてってのがいいのかなね。じゃあお刺身もちょっといただこうかな。カツオのたたきの切り落とし、わさびで食べたらどうなんだろう、美味しいのかな。いつもはね、あのニンニクとか生姜とかのこうすりおろしをね、薬味をつけていただいてるんですけど、お醤油にお醤油にわさびでカツオのたたきってどうなんでしょうね。こんな感じで、あ、焼酎もね、本当はカツオのたたきにはね、あの芋焼酎がいいんでしょうけども用意してないんでね。じゃあいただきます。うん、あ、わさびでもそんなね、あ、でもわさびよりは生姜とかにやっぱり美味しいかな。うん、じゃあね、もう芋焼酎ないで日本酒ね、鴨釣りでね、よいしょ。あ、今日はちょっとウイスキーまで回んなかったな、ちょっと回んなかったんで申し訳ないですけどもね。では今日のね、晩酌動画の方はね、この辺で締めにさせていただこうかな。もう動画の尺もだいぶいってるんでね、またもうちょっとこうお鍋食べたりとかするとこうやりたかったんですけども、意外とあの時間経っちゃったもんで、ではあとはね、動画かアニメかなんか見ながらね、また晩酌続き、やっていきたいと思います。今日もね、最後までご視聴していただきましてありがとうございました。やっぱカツオのたたきには芋焼酎の方が合うかな。やっぱこれはね、やっぱりね、合うのね、お酒ね、食材それぞれありますからね、まあこれしょうがないですよね。でもね、鴨鶴さんのこのね、本醸造爽快辛口、これ自体はね、キリッとね、辛口でね、冷酒にするとやっぱ美味しいっすわ。うん、では今日のね、晩酌動画の方はこの辺で締めにさせていただきたいと思いますね。では明日またね、動画編集してアップしたいと思いますんで、よろしくお願いします。